光源氏を取り巻く脇役の男たちを見てきました。今回は、光源氏の腹違いの兄、朱雀院を取り上げてみました。そもそも脇役とは何でしょうか？主役ではない、あくまでも主役の引き立て役です。今回取り上げた人物、朱雀院は、帝であることを除けば、普通の人です。その彼を引き合いに出すことによって、彼の持ち合わせない美質を、源氏がすべて備えていることが強く印象づけられるのです。いかにも凡庸な彼には、脇役として、光源氏という主役に陰影をつける役割が与えられているのです。ところで、朱雀院という呼び名ですが、もともと朱雀院というのは建物の名前で、朱雀通りに面していたことからこの名がついているわけですが、引退した天皇、つまり上皇の住むところです。天皇、帝といっても同じですけれども、彼らはその在位中には呼び名がありません。朱雀院という呼び名も、便宜上つけられたものです。朱雀院は、桐壺邸と右大臣の娘の古貴殿の女子との間に生まれた一の巫女で、誰疑うことのない皇位継承者であり、輝かしい存在でした。ところが、彼が3歳の時に光源氏が誕生し、途端に彼の存在は影が薄くなったのでした。原文で読みましょう。さっきの世にも恩ちぎりや深かりけん、世になく清らなる玉のおのこみこさえ生まれたまいぬ。いつしかと心もとながらせたまいて、急ぎまいらせてごらんずるに、めずらかなる稚語の恩形なり。一の巫女は、右大臣の女子の恩腹にて寄せ重く、疑いなき儲けの君と、世にもてかしづき聞こゆれど、この恩においには並びたもうべくもあらざりければ、大方のやんごとなき恩思いにて、この君をば、私者に思いしかしづきたもうこと限りなし。某にも、要せずは、この巫女のいたまうべき何メリット、一の巫女の女子はおぼし疑えり。父キリツボテイの愛情は、もっぱら、この上なく美しい息子、光源氏に注がれて、朱雀は、帰り見られることがなかったのでした。そのため、母、古貴殿の女子は、東宮の位を源氏に奪われるのではないかと恐れたとあります。とはいえ、有力な母方の貢献もあり、一の巫女であるという点は揺るぎません。7歳で東宮となり、その後24歳で即位するまで、宮中の催しなどでは、桐壺邸の傍らに座を占めたのでした。一方の光源氏は、政争に巻き込まれることを危惧した桐壺邸の判断で、親戚に降下されました。身分上は、はっきり朱雀の方が上ということになりました。そして歳月は流れ、朱雀も源氏も少年から青年へと成長しました。さて、桐壺邸は、源氏の母である桐壺の行為を深く愛していましたが、この行為は、源氏3歳の時に亡くなってしまい、その後、行為に生き移しと言われる藤壺の女子が受胎し、寵愛を受けることになりました。受胎後、10年余りも過ぎてから、この藤壺に巫女が生まれ、それを機に、桐壺邸は攘夷を考えるようになりました。この巫女を次の東宮にと思ったわけです。そこで、東宮の後ろ盾として、母親の藤壺を皇后の位につけ、源氏を後見役にと心づもりし、翌年の春、桜の花盛り、2月20日、今の暦で言えば3月の末から4月の初めになるでしょうか。その頃に、
帝時代の最後を飾る行事として、紫宸殿の左近の桜をめでる宴を催しました。朱雀は、東宮として高いところから、紫雲の飛行や舞を見ているわけですが、源氏は、臣下の席についています。その源氏に、朱雀東宮は、舞を要求したのでした。断れずに源氏は、気の進まぬ風に少しだけ舞を披露します。一年半ばかり前の、もみじの賀の宴の折に、源氏は青海派を舞い、万座の称賛を浴びました。その時は、ただただ、光る源氏はその名のままに光り輝き、東宮の存在は影が薄かったのです。しかし、今回は違います。やがて帝の位を手に入れるという心の弾みが、源氏への要求という形で現れ、朱雀は、東宮としての存在感を示したのでした。原文で読みましょう。学どもなどはさらにも言わず整えさせたまえり。ようよういい日になるほど、春のうぐいすさえずるという舞い、いと面白く見ゆるに、源氏の、御もみじの賀の折おぼし入れられて、東宮、かざしたまわせて、せちに攻めのたまわするに、逃れがたくて、立ちて、のどかに袖返すところを一折れ、景色ばかり舞いたまえるに、似るべきものなく見ゆ。やがて、キリツボテイは上位し、朱雀は帝の位につきました。24歳の時です。この代替わりに伴って、西宮も交代しますが、新しく伊勢の西宮となったのは、六条宮寸どころの娘でした。伊勢へと旅立つ前に西宮は参代して、帝に直接櫛を刺してもらうことになっています。朱雀帝は、この時、新西宮にあって、すっかり心を奪われたのでした。けれども、彼女が、都に戻ってくるのは自分の大意の時です。それを思うと思わず涙がこぼれたのでした。そして、彼女が戻ってきた時には、必ず身近に置きたいものと密かに思ったのでした。原文です。西宮は、十死にぞなりたまいける。糸美しゅうおわする様を、麗しゅうひたててたてまつりたまえるぞ、糸ゆゆしきまで見えたまうを、帝、御心動きて、別れの櫛たてまつるほど、糸哀れにて塩垂れさせたまいぬ。さて、位を譲った桐壺帝はその後も金として発言力を持ち、実質的な権力を握っていましたが、2年後には病の床に伏すことになりました。父を見舞った朱雀帝に桐壺院は2つのことを遺言しました。原文で読みましょう。院の御悩み。神無月になりてはいと重くおわします。世の中に惜しみ聞こえぬ人なし。うちにもおぼし嘆きてみゆきあり。弱き見心地にも、東宮の御ことを返す返す聞こえさせたまいて、次には大将の御こと。はべりつる世に変わらず、大将のことを隔てず、何事も後ろ見とおぼせ。弱いのほどよりは世を祭りごたんにも、おさおさはばかりあるまじゅう見えたまうる。必ず世の中保つべきそうある人なり、猿によりて、煩わしさに巫女にもなさず、ただ人にて、公の恩後ろ身をせさせんと思いたまえりしなり、その心、たがえさせたまうな。帝もいと悲しとおぼして、さらにたがえ聞こえさすまじきよしを返す返す聞こえさせたもう。遺言は、東宮を守り、無事に次の帝として後を継がせるようにということと、何事も光源氏に相談して決めるように、
彼の意向を最大限尊重するようにということの二つでした。お前は頼りにならないから、源氏に何でも決めてもらえと言われたも同然で、朱雀のプライドは傷つかなかったのかと心配になるのですが、彼は、源氏が自分より優れた人間であることを率直に認めていたので、素直に父の言葉を受け止めたと思われます。朱雀という人は、生まれた時から一の人として育ってきたせいか、競争心や嫉妬心といったものとは無縁です。おっとりしていて、おおらかで、意地悪なところなど全くない。なんというか、善良そのもののようなお方なのです。ですから、重い病のとこにある父親から言われたことについて、その場では必ずその通りにしようと本当に思って、固く誓ったと思います。けれども、実際に因がなくなってしまうと、彼の思い通りには物事は運ばなくなったのでした。そのあたり、また原文を引用しましょう。おどろおどろしき様にもおわしまさで隠れさせたまいぬ。足を空に思い惑う人おおかり。見くらいを去らせたもうというばかりにこそあれ、世の祭りごとを沈めさせたまえることも、我が御世の同じことにておわしまいつるを、帝は愛と和光をおわします。王子おとど、いとど急に差がなくおわして、その御ままになりなんよう、いかならん、と、神立ちめ天上人、皆思い嘆く。人々は、因なき後、政治の実権は、帝ではなく、その祖父である右大臣が握るのではないかと恐れたとあります。その祖父は、いとど急に差がなくおわして、つまり、物事をじっくり考えたりせず何でもすぐに結論を出したがる、しかも根性の悪い人、だと世間で評価されていたのでした。そして実際に、世の中はそのようになってしまいました。朱雀は、帝と言いつつ飾り物で、実験は、その母、古貴殿の女房と、祖父、右大臣が握ったのでした。